広く浅いチャンネル。こんにちは、広く浅いチャンネルです。今回ですね、スマホケースの話題になります。前回の動画で iPhone と Galaxy のおすすめケースであるシピゲンブランドのケース、まあ、カバーですかね、ちょっと言い方どっちか分かんないですけど、ご紹介させてもらいました。これが結構好評でして、数千人の方に見ていただき、結構な数が売れたようなんですよね。今回シピゲンのケース紹介第2弾ってことで、前回の動画でも言ってたのですが、シピゲンの中でも一番シンプルで無駄を完全に削ぎ落としたデザインであるシンフィットってモデルをね、紹介させてもらおうかなと思います。これはこんな白い箱に入っていて、すごいシンプルですね。今回 Amazon のセールで通常2500円ぐらいなんですけど、1800円ぐらいになってたので買ってしまいました。そろそろ今のケース使って1年くらい経つので、気分転換しようかななんて感じで、無理やり理由付けて買い替えたって寸法でございます。このケースですが、まあ、サクッと装着しておすすめポイントいくつかあるんで紹介させていただきます。それではやっていきましょう。1つ目、操作性がいい。このボタンホールの部分ですね、すごい操作がしやすい最適なサイズで作られていますね。ジャストフィットは当たり前ですけど、ボタンの押した感触も抜群にいいんですよね。裸運用と全く遜色ない感じで使えるかなと思います。次のポイントは持ちやすいってことです。まあ、新設計でこのカバー自体の厚みの方も見直したようで、従来より薄くして持ちやすさを追求したとのことです。無駄に厚みがないので、現代の薄型スマホのデザイン特徴を生かしてくれますよね。次に素材がいい。この質感、素材ですね。素材はソフトなプレミアム TPU 素材に耐久性が高いポリカーボネート素材をハイブリッドして、軽いながら外部からのスレと衝撃にとても強くなっております。特にこの端っこの四隅ですね、角の衝撃吸収性はこのシリーズ抜群にいいので、エアクッションテクノロジーっていうのが効いているようです。実際にシピゲンのカバーを装着している時に何度か落下させたことありますけど、しっかり衝撃を吸収してくれて壊れないですし、液晶が割れることもありませんでした。よくある質問で滑りますかっていうのがありますが、サラサラしてるんで確かに滑らないとは言えないです。でも滑りやすいとも思わないですね。絶対に滑らないケースなんてないですから、スマホ使う時は注意しながら扱う意識付けをするのが一番なので、僕も気をつけてスマホライフを楽しみたいと思います。デザインがとてもいいです。ここ数年でミニマルって言葉が出てきたように、シンプル追求がトレンドですよね。まさにシンフィットは無駄を削ぎ落としたミニマルデザインです。ゴツゴツした派手なデザインが嫌いな人には刺さるデザインではないでしょうか。飽きにくいデザインなので長く使えると思います。ここで今使っている、もともと使っていたこのシピゲンのカバー、こちらの方とちょっと比較してみようかなと思います。こっちがシンフィットですね。で、まあ、重ねてみましても、まあ、厚みの方これ結構微妙ですよね。ちょっと 0. 何ミリ単位では薄くなってんのかなと思います。シンフィットの方がですね。あとは裏面のデザインが全然違うんですよね。シンフィットの方は特にあのテクスチャーが何もなくさらっとした感じで、こちらはあのテクスチャーがありますよね。こう柄が入っている感じですね。結構違いがあります。あとこのレンズのところが、こっちはフラットになってるんですけど、レンズのところだけ少し盛り上がってるんですよね、シンフィットは。その分このレンズがないところは一段下がって薄くなっている感じです。あとこのシピゲンのロゴが、シンフィットはこちらにこうかっこよく入ってますが、もともと使っていた方は側面の方に入っておりました。これもすごいね、細かいところの仕上げがいいんですよね。この穴が開いてるところの部分の仕上げが抜群にいいですね。この辺とかもですね、こう USB を挿すところのサイズもバッチリですし、質感がめちゃめちゃ高いです。 TPU のサラッとした触り心地もいいですし、もうこういうね、さっきも言ったんですけど、こう仕上げのところバリが全くないんですよね。安いんですけど無駄を削ぎ落とした高級感があるミニマルなデザインに好感が持てますよね。高品質なのに低価格でデザインも良く、この仕上げで2000円前後ってほんとコスパが凄まじいので、まだ使ったことない方、この機会にぜひとも手に取っていただき、体感経験していただきたいです。自信を持ってお勧めさせていただきます。僕のこのスマホは Galaxy S21 なんですけど、最新の S22 用も販売していますし、まあ、もちろん人気のね iPhone シリーズ用もありますので、いかがでしょうか。概要欄に Amazon のリンク貼っておきますので、チェックしてみてください。今回のシンフィット以外にもたくさんのモデルをシピゲンさんは作っていますので、シンプルすぎないごついのもありますし、クリアなケースもあります。クリアタイプも人気が高いようですので、クリア好きの方にもおすすめです。
まあ、スマホって一日に何度も手に取って使うので、ケースを変えるととっても楽しいですよ。気分転換効果もすごい大きいですし、気持ちがハッピーになるので、楽しい日々に彩り、花を添えてくれます。実際動画撮っている僕自身も今とっても楽しいですからね。皆様にも楽しい気分になってほしいと心から思っています。幸せってちょっとした楽しいことの積み重ねですから、楽しんでいきましょう。少しでも参考になれば幸いです。このチャンネルではガジェットについての話もありますが、ジャンルを特定せず僕の好きな趣味の世界を発信しています。車関係が多くはなりますが、バイク、アクアリウム、ガジェット、パソコン、爬虫類、メダカ、植物などなど、ひたすらかっこいいと信じている趣味を広く浅く紹介発信します。ほんの少しでも共通の趣味だったり興味を持っていただけましたら、チャンネル登録で応援いただけますとめっちゃ嬉しいです。いろんなことやっているので、面白いものや趣味を探している人のきっかけになるかもしれません。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。